回帰団絵言葉より、おろし屋の人玉、回帰団絵言葉は、日本の妖怪絵巻。作者と制作時期は共に不詳だが、幕末から明治時代初期にかけて作られたものと見られている。全33点の回帰団を収録した作品であり、福岡市博物館に所蔵されている。この絵巻独自の大きな特徴は、おろし屋の人玉、イギリスのあり、カピタンのケラなど、 諸外国を奇抜な姿の妖怪として描いたものが多いことで、これらはロシアやイギリスを風刺して創作された妖怪と考えられており、当時の時代性を反映したものと見られている。強欲の僧を風刺したトラニャーニャー、江戸幕府の中造による天保通報を風刺した朝鮮一家夫人など風刺としての妖怪も多い。また伝承、空想上創作の妖怪の他にも、 身体的特徴を見せ物とするものを記録した大きな異能、超鎮男、当時はまだ珍しかった動物を妖怪死したものとして、アザラシ、またはオットセイを描いた、金崎浦の珍獣といったものもある。日本各地の多種多様な怪奇タウンが雑多に収録されている中、特に筑前、飛前、福岡などの話が多いことから、この絵巻は、 九州に関連したものとの指摘もあるが、類例の絵巻が確認されていないこともあって、この絵巻のおける数々の回帰端がどのようなコンセプトにのもとに取り上げられたかはまだ判明していない。ありがとうございます。